ますけど。もうすいません。始めますというわけですよ。ちょっと待ってすいませんね、あの10分前に決まったものですからね。今日は火曜の17時、まだ本当は仕事中。沢田健二、まあとにかくいい。ゼイさんこぼさない。というわけでデブ巻きチャンプル番外編でーす。どうも手探りアスカです。というわけでごめん、ちょっとね集中させて。本当に氏家さん、氏家さん本当お願いしますよ。本当にあーとうとうピン芸人になりました。はい、あ、すいません、あ、むせとるって入ってます。ありがとうございます。ちょっとね、初めて私一人でここに座って番組をやることになって、まだ心の準備ができてないのね。決定じゃないの。うん、急遽、うん、今日実はですね、ちょっと会社をまあいろんな事情でお休みさせていただきまして、まあ本来私がここに座ってるとね、なんであいつ体調不良で会社休んでるの、なんでここにいるんだっていうことにちょっとなりかねないもんですからね、もうビクビクしながらここに座ってお送りしてるわけなんですけれどもね。まあ一機会なんで、今日いつもは横に必ずゲストさんに座ってもらって、まあ、その人をちょっとね軽くいじりながらね、こうわちゃわちゃ番組をもう2年弱ぐらいやらせてもらってるような感じなんですけれども、その2年弱の中でね、本当に初めて一人でやらせてもらうことになってしまいました。何やってるんですか。もうでもそう、まあまあこういう風にねジングルを作ってもらったりとか、まあいろいろねね、デブ巻きというねわけのわかんない愛称を作っていただいたりとかね、まあこちらのやいず TV さんにはまあまあ感謝感謝でございますよ。まあそんなわけでですね、あ、むせとるの後のコメントが入ってきませんけれども、 ありがとうございます。今日はノープランで、まあ、いつもノープランなんですけれどもお送りしようと思います。さあ何やろう。なんか3つの大喜利の真似でもしてみる。パフパフ。というわけで急遽、まあ、急遽決まった番組ながら急遽大喜利をじゃあちょっとやってみようかなと思います。美しく撮ってね。はい、パッタ、はい、ありがとうございます。お題どうするの。そうだ、お題も決めなきゃいけないじゃんね、うん、というわけでこれを見てる皆さんもちょっとね一緒にね参加してもらいたいところでございますが、マジックありますか。あ、マジック、はい、ちょっとメガネかけさせてください。すいません、あ、ごめんね。モンキーマジック。ゴダイゴじゃないからね。というわけで、あ、勉強させていただきますという、なんかこうなんかちょっと圧のかかったコメントが入ってますけれども、ありがとうございます。水曜日のクラブハックルさんから、ジョジョ何のお題にしようか。ハックルさんにお願いしてください。ハックルさんちょっと見てるんだったらなんかお題を考えダメダメダメ、そんな時間ないから。じゃあお題お題はね、マキちゃんが丸丸だったら、こんなデブ巻きは嫌だ、こんなデブ巻きは嫌だ、嫌、うん、だ。なんかちょっとマジネタが来そうで怖いんですけどね。これね、ちょっと皆さん、こんなデブ巻きは嫌だという題で、はい、紙があるので、紙にテロップとして答えを書いて私に提出してください。普通にダメ出しが来そうで怖いです。紙ってこれ？そう、それ。いつもね、この、なんて言うんだろう、大喜利ネタっていうのは、3つがよく、痺れちゃうで。あ、そう、この、そう、キーボードの下のところに入ってるからね。皆さんもよかったら、実は付き合ってる天野さん、それは誰とですか。天野っちと私かな。まあ高くつきます。ありがとうございます。というわけで早速 P から来ました。はい、じゃあお題はこちらです。こんなデブ巻きは嫌だ、青木さんの答えはい、デブじゃなくなくなってしまったデブ巻きチャンネル。いいんじゃないんですか、これ。ダメなんですか。私はそれを狙ってるんですけどね。痩せ巻きチャンネル、痩せたら痩せ巻きチャンネル。これ
これダメです。ボツネタで残念でした。はい、またお願いします。というわけで宇治家さんからもいただきました。じゃじゃん、お題はこんなデブ巻きは嫌だ、まきちゃんがのり巻きだ。かわいい。のり巻きっていうとあれよね、のり巻きあられ、のり巻きあられ、うんちゃうんちゃみたいな、そんな感じ。まあ私がね、私美味しいですから、食べてください、よかったら。はい、次ないですか、次ないですか。なんで笑うのかな。何よ何よ、私食べ頃だと思うんですけど、油も乗っててね。ええ、こんなんでいいのね、大喜利って。結構人任せだねこれね。え、面白い、本当。じゃあちょっとね、一回やってみたかったんだよね、大喜利って。あの3つが、すごい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 、いっぱい出てくる、いっぱい出てくる。はい、続々来ます。こんなデブ巻きは嫌だ、宇治家さんの答えはこちら。じゃじゃん、まきちゃんがジャッキーとマッキーのビューティーペアだ。ビューティービューティー。あのね、これマジネタとしてね、私マキ上田ってよく言われてました。そう、マジで、マジで言われてた。で、ね、でもマキ上田はいいじゃん、まだ女子だしから、うん、ね、ジャッキー佐藤よりはちょっとマキ上田の方がちょっと控えめでさ、うん、あのなんていうんだ、ピンクレディーでいうところのちょっとケイちゃんっぽいじゃん、うん、関係性的にね、うん、で、まあその時はあ、マキ上田、あ、まあまあいいかなだったんだけど、それがね、マサ斎藤に変わったんだよね、途中から。わかる、うん、マサ斎藤って。ちょっと後で知らない人ググってみて。すごいひげ面のおじさん、おじいちゃんプロレスラー。そうで、もうね、小学校の高学年から中学校ぐらいにかけてはもうマサ斎藤になっちゃったもんで、もうその頃はほらインターネットなんかないからわからなくって、あれなんだよ、あの本屋さん行ってね調べました。そしたらね、とんでもないのが出てきて、私ね、あの次の日学校休んだような気がする。それぐらいショックでした。はい、宇治家さんありがとう。宇治家さんのはじゃあパフパフなくなっちゃった。ごめんごめん、はい、いやいやいや、チーンボスにしときます。じゃあチーンボスじゃないの。一応ね、いいネタの時はパフパフで、ダメな時はピーンって感じで。あ、なんか読めないコメントが入ってる。クラブハックルさん無視します。はい、お題、こんなデブ巻きは嫌だ、青木 P の答え。パン、ピン芸人に自信を持ってしまうからダメでしょ。え、これ全然意味わかんないですけど、え、どういう意味。意味はありません。処理に困るコメントはちょっと。なんかいっぱい来てるけど、これ誰。あ、これ宇治家さん、ん、え、あ、これも青木さん、全部青木さん、ね、はい、次、もうサクサクいきます。こんなデブ巻きは嫌だ、青木 P の答えが、じゃじゃん、ノリノリのラップをやるマキちゃん。これですか。よーよー、できない。難しいよね、ラップ。そう、ラップ難しい。あのね、マイクアキラを見ててなんかできそうな気がするんだけど、意外とできない。うん、なんて言うんだろう、この これが、うん、ちょっと尊敬してあげて。あ、そうですね、最近ちょっとねマイキーに冷たいからね、まあ、このあと6時半からマイキーありますからね、見てください。そしてそして、あ、また来ましたね、これも青木さんからかな。こんなデブ巻きは嫌だ、青木ピーカーは、じゃじゃん、親父ギャグばかり言うデブ巻き。私ね、親父ギャグって、まあ、宇治家さんのお家芸だけど、頭使うよね、あの親父ギャグって。そう、あの瞬時にパッてそういうことが思い浮かばないから、ちょっと考えちゃうとさ、ああいうの一回躊躇するともうダメだよね、タイミングだと思う。そうなので、そう、尊敬。あ、でもね、あんまり尊敬しすぎると宇治家さんのあの親父ギャグが加速しちゃうから、ほどほどにしといて、ほどほどにしといて、たまには褒めてあげて、まあ7割ぐらいチーンでいいと思います。そうそう、そうそう、よく分かってらっしゃる。そうでしょ、うん、もうよく分かんないこの答え。なんかだんだんね、ちょっとあれよ。あ、クラブハックルさんありがとうございます。水曜テイストのコメントを読んでくれない、まきちゃん。だって水曜日の人っちね、なんかもういい、もうあの読めるコメントください。というわけで、青木 P からこんなデブ巻きは嫌だ。はい、マグロのマキちゃん、これはどっちのマグロですか。マグロアキラのマグロ。あ、びっくりした、どんなマグロ。どんなマグロって、あのほらいろいろほらね、大人になるとね、あんなマグロやこんなマグロがあるでしょ。どお
も あっちの方も多分マグロだと思います。どっち右左え南北南かな違う。あ、すごい恥ずかしくなってきた。意外とね、そっちネタは私あんま得意じゃないんですよね。覚えておいてください皆様。というわけでじゃんじゃんきます。あー、なるほどね。宇治家さんからいただきました。こんなデブ巻きは嫌だ。じゃじゃん。まきちゃんがラジオみたいなテレビみたいなどっちでもないパーソナリティをやる。これはあれですかね、次の番組を乗っ取れって意味ですかね。イエスイエス、マキラジ TV をやれと。ダメよ、ミカラジはねファンがついてるから、私多分ねボコボコにされるから、そのねよその島をね、よその島を荒らすつもりはない。本当に勘弁してください。あちぃあぁ、これじゃあパフパフということで、ありがとうございます。イエーイ、50ポイントゲット。イエーイ、50ポイント。全然わかんない。やべやべやべ、スタンプ1個しとこう。これはこれこれ意味わかんないんですけど、これも読んだ方がいいですかね。青木 P からでございます。お題はこれです。こんなデブ巻きは嫌だ。じゃじゃん。ふんどしをつけてきたらどうしよう。別にどうもしな、どうもしなきゃいいんじゃないですか。見たい。は？あ、見たいんですか。どすこい。あ、それはふんどしじゃなくて回しでしょ。はい。うん。そうだ、回しだ。回しだね。うん。ちょっと言葉間違えちゃったね。はい、というわけでマイナス50ポイントです。残念でした。おじいちゃんに言ってるみたいな。そう。もうだってもうね、じいじだもん。ねえ、本当なんかすごい。なんかすごいよね。生き生きしてるよね。なんか自分の時より生き生きしてるよね。うわ、結構大喜利っていいね。結構好きだね。ちゃんと一個一個丁寧に返せば大喜利いいかも。ちょっとみんな困った時は大喜利やるといいよ。あ、なんか楽しくなってきちゃった。というわけでまたまたわけのわかんないのが来ております。お題そろそろ変える？いいよ。まあいっか。はい、お題はじゃあ今日はずっとこれでいきます。こんなデブ巻きは嫌だ。青木 P からの答えはじゃじゃん。これ意味わかんない。大丸屋巻き、あ、わかった。大丸屋巻きちゃんっていうのは松坂屋恵子にね、あー、なるほど、対抗してるわけじゃん。じゃあ私がもしチェリベロに加入することがまあないと思うけど、いい、ね、もし仮にあるとしたら私は大丸屋巻きでいい。うまい、100ポイント。さっきね、天野っちが松坂屋恵子のさんってコメント入れてくれたんだけど、うん、松坂屋の屋は家じゃなくて屋根の屋ですからね、間違いなく。やねの方。やねの方。やねの、まあどっちもやねの方なんですけどね。あ、そんな天野っちから水曜テイストじゃんってきてますけどね、今日は火曜日なのでお間違いないように。はい、でこれなんだ。ああ、こんなデブ巻きは嫌だ。これはこれ誰、これもピーです。ピーですか。はい、ふつおたです。クリスマスケーキが食べたい。私に来たけどそれ。じゃあこれはミカラジ用に取っておきますね。この辺にちょっと飾っておきますね。私もクリスマスケーキが食べたいです。はい、でなんか長いぞこれ。ちょっと一回読ませて。ふんおー、なるほど。宇治家さんからものすごいなんか長い文章が来たのでね、とちらずに読めるように練習しました。お題はこちら。こんなデブ巻きは嫌だ。宇治家さんから、マキちゃんがマキクロードでバーラが咲いた、バーラが咲いた、真っ赤なバーラがと歌いながら焼津テレビに入ってくる。多分ね、入れてもらえません。あ、なんかおかしなやつが来たぞ、バタンさよならみたいなね、多分そんな。楽しそうに書いてるよ。うん、なんかね、すごい楽しそうに書いてる。なんならさ、横で書けばいいじゃんって思うぐらい。もうなんかすごいなんで満面の笑みだよ。横では書けない、うん、横では書けない。今度じゃあこれマキ、これさ、でもさ、バラが咲いたはさ、マイクマキだよね、うん、あ、マイクマキか。そう、マキクローダー息子、息子だった。そうだった。なぜなら私もね、やっぱマキって言われるといろいろあだ名つけられるんだよね、変なあだ名を。でマキクロードとも言われたし、マイクマキとも言われたし、うん、でもマキクロードって言われたのはだいぶ後だから、高校生。マキいっぱいつくもんな。そう、マキはね、いっぱいやっぱ言われるね。まあ、いじってもらってありがたい限りなんでございますがね、ありがとうございます。これはこう
これはもう氏家さんのあれだよね。まあいいや、なんて書いてこんなデブ巻きは嫌だ。氏家さんもういっぱい書きすぎて覚えてないでしょ。巻きちゃんが大喜利ではなくて小田切城だ。イエーイ、イエーイ。あれ失敗したから海苔巻きにした。あ、なるほど。巻きつながるで海苔巻き。もう小田切城って言いたいだけですよね、多分。そう、チーン。抱かれたいだけ。え、何、小田切城の何が好きなんですか。全て、あの声、あの声、あの声でもうのりこってささやかれたい。あー、いいね。もう朝から晩まで、朝から晩までのりこ、のりこ、のりこって言われた、うん、もうそこだけ録音して、うん、正月、1月1日、10日の鐘鳴り終わった後に、うん、聞いたもん。あ、新年早々、小田切城の声で新年をって言って、夫の子、ほいじゃなくて、ちょっと黙ってって言って、ノリコンって言ってくれる。なんか悟られっていう、ね、幸せそうでいいです。あ、悟られたっていうので、相手がね、ノリコっていう相手役だった。あ、そこのノリコっていうシーンがあった。あ、そこを録音しといて、ちょっと笑いつけて、笑いすいません、ね、もうかなり妄想が入ってるところは、そので忘れちゃった。何か美香ちゃんと同じ匂いがしますけど、妄想族で私ね、全然妄想族じゃなくて、実はそういう、ね、想像がね、あんまり得意じゃなくて、ちょっと2人が羨ましい。妄想族入んなようん、入れるもんなら入りたい。無料だ、無料で。無料で。え、その妄想するときに必要なものって何？あと悪いことを考えない。ああ、それ。今自分にしか考えない、うんうん。そう。都合のいいことしか考えない。そう、本当にそう、そう。そうなんだ。都合のいい女、別名。都合のいい女。フライデーとか来ないから絶対大丈夫。そうそう、ああ、そっか。明日ね、焼津の駅前は妄想族が走るから。心配だわ。ね。パフパフパフ。みんなでお祭りとか。もう本当楽しそうね。なんかね、自分の出番終わったら本当楽しそうね。そうね。というわけで、そんなことを言ってる間に青木 P がね、どんどん書いてくれてますのでね、ちょっと、あ、まだ時間全然大丈夫でね。こんなデブ巻きは嫌だ。じゃじゃん。番組中ずっとカレー亭のカレーを食べている巻ちゃん。これ意味わかりますか？これちょっと補足説明が必要かな。うん、もともとね、番組で大喜利をやっている3つ。うんうんうん、3つの声でもしびれちゃう。最近はね、やさしびでやってますけれども、まあ、そこの名物コーナーの大喜利で、まあ、カレー亭というね、3つのおばあちゃんがやってるお店なのかな、が、なんて言うんだろう、マリコにありまして。まあ、ほとんどカレー亭って言ってたからもカレーが出てこないという謎のね、ご飯屋さんなんですけれども、まあ、そこでね、あの3つがね、昨日ね、僕が継ぎます宣言をしたもんですからね、ちょっと楽しみなんですけどね、まあ、その3つのカレーをずっと食べているマキちゃんというね、多分罰ゲームの一環だと思いますのでなんか続々ギラありがとうございます。すごい、裏紙がもうこんな厚さになっちゃったよ。すごいよ、すごいよ。いっぱいだ。たまっちゃったね。これね、じゃあサイン入れてくれ。松坂恵子のサイン。あ、なんかのりこって天野っちが言ってますよ。ありがとう。おめでとうございます。天野さんの人の名前何て言うんだろう。もう順番が分かんなくなってきちゃった。何これ。これ宇治家さんでいきましょう。じゃあこんなデブ巻きは嫌だ。宇治家さん。マキちゃんが青木 P に二人羽織をされながら MC をしている。ちょっと見てみて。これガチで嫌なやつですね。ちょっとやめてください。絶対やりません。宇治家さんやってください、今度。ね。なんかこう、私二人羽織ってしたことないんだけど、こうして、なんかこう、なんか食べさせられたりとかするんでしょ。わざとなんか鼻の方にうどんとかやったりするんでしょ。絶対やるもん。やるもんかね、絶対やるもん、なんか、うん、ね、やる気満々だよね。だから絶対やりません。残念でしたと。はい、で次、これは青木さんかな。こんなデブ巻きは嫌だ。青木さんの答え、じゃじゃん。ニッツにロイヤリティ払ってください。これロイヤリティね、ルじゃなくてリ、ロイヤリティ。ロイヤリティってわかるよね。うん、払いません。ミルクティーの親戚。そうです。今度ミルクティー入れてあげるからね。ミルクティーの親戚、ね、類似品にご注意ください。天野津が二人羽織みたいとかふざけたこと言ってますけどね、あなたがやってください。はい、次。こんなデブ巻きは嫌だ。これ何ですか。あ、これちょっと後にしよう。
じゃじゃん、3つをゲストに出してやってください。なんで嫌です多分ね、3つが私、いやでも3つゲストに呼んだことそういえば私ないかもしれない。うん、なんかありそうなんだけどない。1回ね、3つをゲストにっていうスケジュールを組んだことは実はあって、あったんだけど、その時に多分番組をちょうどお休みするって決めた時にちょうどそこに入れちゃったもんで、悪いけど後にしてくれないって言って、多分それっきりになって半年以上ほったらかされてると思います。多分3つはいいと思う、出たくないと思うから。まあいいです、いいです、いいです。はい、というわけで、なんかすごい続々と書いてますけど、これいきますか。じゃあ、こんなデブ巻きは嫌だ、青木さんの答え、じゃじゃん、3つが怯えてます。本当に、あ、でも3つはね、うん、私を直視しない。直視しない、直視しない。あのね、なんて言うんだろう、お、怯えてるんだね。ああいうの怯えてるっていうのかな。一回ね、ミツが、ちょっとね、私をね、真面目に怒らせたことが実は一回あって。かわいそう。今となっては別にね、いいんだけど、全然いいんだけどね。なんかあいつ酔った勢いでね、なんか言ってきたんだよね、前にね。そう、それで私がちょっとブチ切れたら、そんなこと言ってないよ。裏に恋と、裏に恋とブチ切れた。恋とは言わなかったけど来た。ミツかわいそう。ごめんね、ミツ、怒ってないよ。天の地からマキちゃん弾けてるなって来てるけどね。うん、なんか今日責任ないからすごい楽なの。明日はね、あ、そうそう、全然話変わるんですけど、明日は水曜日で、明日が本番なんですよね。私の19時30分からデブマキチャンプルという番組をやらせてもらって、まあここでちょっと真面目な話しちゃって申し訳ないんですけど、明日はですね、第2回ヤイズ TV けん玉認定会というのをやります。どういうことかと言いますとですね、まあよくヤイズ TV にも来てくれてるね、けん玉王子の西名くん、宇治さん知ってますよね。知ってる、知ってる、バガテにも来てくれてましたけれども、その西田くんがですね、まあ焼津でやっぱけん玉を広めたいということでですね、焼津 TV の番組内でね、ちょっと公式の認定会をやらないかというね、お誘いを前回いただきまして、前回実はね、10月くらいかな、9月か10月かちょっと忘れちゃったんだけど、もう1回実はもう認定会をやってます。で、基本的に水曜パーソナリティと、まあすごいけん玉の上手なね、まるちゃんのお友達のね、菅原事務長がね来てくれるんですけど、彼はもう一級を取りたいっていうね、もう目標があって、日々練習をしてね、多分今検証員になってると思うんですけど、そんなに、そう、それがいよいよ明日第2回目の本番なんです。で、1回目の時にその事務長に、菅原さんは一級を取りたいって目標だったんですけれども、一級をパスできなかったんですよ。で、2級で終わっちゃったっていうのがね、本人ものすごいショックらしくって、今回はね、そのリベンジをしますのでね、それが目玉になってくると思います。あとは、まあ、水曜メンバーがちょこちょこ、まあ、そこそこの腕前もある人もいますのでね、お楽しみいただけるかと思います。で、一応ね、4人まで受けられるんですけれども、あとちょっと1人キャンセルが出ちゃったので、実はもう1人空きがあります。で、ちょっとやってみたいよっていう、そういう軽い気持ちでもいいので、ここの入場料さえ払ってくれれば、検定そのものはね、ただで認定はできますので、もしね、ご都合が合う方ね、興味がある方はね、どしどし、まあ、直接も来ていただいてもいいのでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。お願いしますというわけで、金が映ってくる、うん、そう、あ、もう25分になっちゃうね、なんか弾けてたら終わっちゃった。いいじゃん、うん、あ、で、じゃあ、教えてくれてもいいけどだったのに、ダメだよ。だからファンにボコボコにされるからやめて、それは。じゃあ最後にポポンと2ついきます。こんなデブ巻きは嫌だ、宇治家さん、じゃあこれ、あ、もう1個いく、宇治家さん、マキちゃん、番外編3つじゃなくて4つになったらいい。あ、結構ね、このネタ出てんだよ、残念だけど。あ、そう、チーンというわけで。チーン。これは最後にします。見えちゃったよ、ね、見えちゃった、画面見えちゃったかな。じゃあ青木さんのね、お題の締めでいきますね。こんなデブ巻きは嫌だ、じゃじゃん、すぐマキちゃんが
というわけで、で終わっちゃう。これね、口癖なんだよね、私の。なんかね、なんだか、なんかこう喋ってると、というわけで、というわけでって、その言葉でこう話をこう転換させちゃうところがあって、いいじゃない、いいでしょ。でも青木さん的にはまた言った、また言ったとかって、言っちゃうよね。ね、言っちゃうよね。みんなだって口癖ってあるでしょ、うん、ね、そうだから。あ、口づけ最近してないんだ。聞いてない、誰も聞いてない。あ、恥ずかしくなっちゃったというわけで、最後は宇治家さんがくれた今日の私の日替わりで終わりたいと思います。何も違うね。まあ、ああ、これも こんなのもあったんだ。最後に宇治家さんから、うん、これね、うん、続きがあるんだよ、この話、うん、ああ。じゃあ最後に、こんなデブ巻きは嫌だ、うん、見てるかな、マキちゃんがハックルさんとハッスルして変な動きになっちゃう。これはね、水曜日のハックルさんがね、そう、最近ちょっとハッスルしちゃってるもんでね、この間ね、水曜メンバーでちょっと極秘で忘年会やった時に、私がベロンベロンに酔っ払って記憶なくしちゃうっていうね、とんでもない事件があったんですよ。その時に私はハックルさんにタックルしたらしいんですよ。そこまで悔しく知らんかったわ。そうそう、だって言ってないもん、誰にも。その水曜メンバーしか知らないんですよ。そうだから、私がハックルさんのことをもう最近いじってハッスルさんって言っちゃってるもんで、ハッスルハッスルって言っちゃったもんで、でハッスルさんにタックルしちゃってるっていうね、とんでもないやつですよ。もう本当に申し訳ございませんというわけで、これ大事にうちに飾りたいと思います。まあ、なんかすいません、というわけでっていうように言いたくなかったけど、今もう最後だから言っていいね。あ、時間がだいぶ過ぎちゃって申し訳ございません。まあそんなわけで、というわけで、というわけで、ああ急にやると緊張するね。うん、いや、そんなことない、そんなことない。本当に私初めて一人で喋らせてもらいましたけれども、いや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 、お二人が助けてくれたおかげで、なんとかありがとうございます。あの、褒めて伸びる子じゃないですよ、私。なんかね、褒められると、あ、いい気になっちゃうタイプ。いいじゃん。いい？本当？じゃあそれでいきます。まあ、何かまた機会があったら一人でこうやってやろうかなとは思いますけど、基本的には誰か隣に座らせてやりますのでね、これからもよろしくお願いします。というわけで、デムガキチャンプルーでした。ありがとうございました。バイナラー。バイナラー。ならいいわ。次はミカラジちゃんだよ。